前の主様か、まるっきり同じではなく、あくまでイルの主観で作った存在だ。それが分かっていれば全部戯言だってわかるはずなんだがな。主様の中にもう一人の主様はありえない。それが成り立つのならここまで成長に苦労したりはしない。過去の主様が面影で出てくるのはあくまでオーブの中にある昔の主様の残影。気にするな。気にするなは、無理だと、思う。さっきまであんなひどい空想を見させてた。主様は少なくとも、エルが作った残影に、共感してしまう。心理的な話だよ。知らないシアのお話はあくまで想像で理解するしかない。だけど知っているシアのお話は、理解できる分、苦しむ。例えば今月無給で毎日残業しろって指示があったとする。事情を知らない人からすれば激怒する話。だけどもし、事情を知っていれば、激怒はできない。むしろ同情して不満はあれど受け入れる人だって出てくる。結果、ただ突き放してた事象も事情を知れば寄り添う。弱みを見せる。事情を話すとは、逆に言えば、相手に同情を得るための手段であり、聞く耳を持たせるための有効手段。汚い話、主様はあれだけ、心に深い傷を受けた、被害者だった。でも加害者視点になって、被害者の話を聞いたとき、主様はきっと苦しめられる。これは悪意の二段構え。最初はエルが主様を取り込む、もしくは主様に被害者視点を体感してもらうのが目的。次は加害者側となって、悪意を全面的に受ける。多方面から違う悪意を受ける。そしてその内容のチョイス。ヘドが出る。ベルが珍しく顔に嫌悪感を出しているな。確かにこれは不愉快極まりない内容だ。私も自身のことになれば怒りに狂うだろうな。主様、こんなものは所詮は茶番だ。エルごときが以前の主様を演じることは不可能なんだ。さっさと蹴散らしてしまえ。あれが、あれが俺の知らない俺なのか、空想の世界でも見たけど、エンオが生み出したからなのか、すごく邪悪だ。悪意に満ちているというか、関わらなくていいならずっと関わりたくない。そう体が反応するほどの。どうした、そんなに俺が珍しいか、泥棒。泥棒、早速だな。逆恨みもいいところだな。逆恨み、こっちのセリフだろう。お前がお前だけで成し遂げられてきたことが何かあったか。どうだ、気分は良かっただろう。パトという存在を横取りしたからな。わけもわからずにモテて、順調に力を上げて、功績を得て、周りから認められてチヤホヤされる、最高の人生だろう。女は選び放題、嫌いなら殺せばいい、自分でできないなら命じればいい、自分で何もできないならやらせればいい、少しだけやらせていいところをお前が取って成果を横取りすればいい。ここまでイージーな世界はないだろう。一人の女を選べないから帝国の法と真の価値観を利用して都合のいい解釈で何股も女を連れ歩く。随分自分に甘いな。その判断でどれだけの奴が苦しんでると思う。関係ないな、見て見ぬふり。いや自分はその苦しみを分かってると言えばいいだけだ。お前にとっては簡単だよな。苦しみはわかる。でも次から次へと女は作る理解はしろよ。って言ってるだけだもんな。周りのおかげでお前のわがままは全部叶ってる。それで感謝される心当たりはあるんだが、恨まれる覚えはないんだ。だから教えてくれないか。どうしてお前は俺を憎む。さっきから気安く私に触るな。私の能力でも許容しない。どうなんだ、事実こいつからも好かれられたいって思われ、さっきまでお前もまんざらじゃなかっただろ。それでも恨むか。俺が憎いのはお前の自信に満ちた態度だ。それで失敗した、メリアたちを泣かせた。だけど反面最も彼女たちを幸せにする力を持っていた。悔しいさ。今の俺自身をきっかけに惚れて欲しかった。だけど事実は以前のお前に惚れてその延長、いやついでで俺に惚れている。そう思う時があるんだ。お互い言わない、けど怖い。不満を持たれるのは仕方ない。幻滅させるなんて想定内だ。だけどその比べられる対象が自分自身じゃなくて、以前の俺っていうのがすごく嫌だ。仕方ないだろ、事実お前は俺に劣るのだからさ。お前の魅力ってなんだよ、自分で言えるのか。何に対しても受け身のお前が、与えられてばかりのお前の魅力はなんだよ。いてくれるだけでいい。愛を囁いてくれたらいい。お前、その言葉を鵜呑みにしてきたんだろ。ただの精神安定剤であっただけだろ。お前に魅力なんてねえよ。だから何かをしてほしいと求められないんだよ。期待していないから、俺の面でいてくれるだけで価値があるからな。帝国で目の当たりにしただろ。あれが現実だ。わかったならいい加減身の程をわきまえろ。正論はきついな。ずしずしと目に見えない重りが体全体にのしかかってるような気分だ。言い返す言葉もない。反発する気もない。だけど多分、エル、お前が言ったことはそういうことなんだろうな。悪意を受け止める強さ、受け流す、いや跳ね返すために戦うのは確かに容易だよな。俺は違う。って持論を展開して相手を倒す展開は楽、そう自覚できるな。勝手に納得するのはいいけど、どうするの、認めて終わり。
あいにくだけど私は主様を導くつもりは一切ない。ここで壊れてくれた方が私は好都合。私は主様の都合のいい優しさは持ち合わせてないよ。自分の都合だけ。そうだな、各自自分の都合で動く。現実では至極当然の心理だ。利用し、利用させられる。全部自分のために利用されろなんて都合のいい話はフィクションだけだな。多分わかった。俺はいつも偽善と言いながらも善を選んだ。楽だし、結局のところ、そっちの方が都合がいいから。今回は悪を選ぶ時だ。正義でしか解決できない事件があるように、逆に悪でなければ解決できない事件がある。俺に今必要なのは悪に徹することだ。優しさを全部捨てて、情を捨てて、悪に美学に徹するまでだ。そうだな、だがお前がこぼした未来だろ。それを俺が代わりにやってるんだ。気持ちいい体験くらいしてもいいだろう。面倒くさいお前の代わりをやってやるんだから。なに、これ、想定外の対応をしてきた。お前が大事に持っていないから全部手元からこぼれたんだろ。お前こそ逆恨みもいいところだ。自分のミスをメリアに丸投げしておいて全部取られた。お前はもう消えた身だろ。未練がましくイチャモンつけてくんなよ。みっともない。残念だったな。せっかく積み重ねてきたものを全部俺なんかに取られて、悔しいよな。自分自身が一番哀れに感じるよな。お前、甘いんだよ。煽るならせめてこの女の胸でも掴んでみせろよ。痛めつけたいなら悲鳴の一つでも上げさせろ。肩に腕回して何アピールしたかったんだ。お前、こいつに脱がすほどの価値があるか知らない。けど恥ずかしめたいなら今この場で見せつけてやる。見るのは慣れたものだろ。この腐れ野郎が。正直舐めてた。だがこいつは N の才能を開花させてた。L は騎士ではなく、候補生。その返事になんで微塵も見せなかったから悪意を刺激するのは有効と L は判断した。こいつ自分自身の性格の悪さをずっと隠してやがった。こいつが堅くなに自分は偽善と言っていた理由か。もう一枚破くか。戦いに身を置いているくせに女を出すようなバカじゃないだろ。お前も俺に攻撃すれば全部 L に当たるぞ。俺はこいつが死んでくれればいいだけだ。手段なんていちいち考えないぞ。とか、L は今俺を出しているだけで精一杯。今はオーラの毒も使えない一般人レベル。使えるコストが少なすぎるんだよ。あの空想世界もあの世界と設定でコストがいっぱいになって都合よく改変する余裕がなかった。もっとうまくやれれば落とし入れるのに。コスト制限が L の足を引っ張る。主様、こんな手段を使って恥ずかしくないの？全然、むしろ事前よりやりやすくて助かる。後先考えなくていい戦いは本当に楽だって前回の戦いからよくわかった。多分俺は好かれることに抵抗があるんじゃなくて、好かれることで楽な選択肢が取れないことを面倒に思ってたのかもしれないね。さて、お前がここで死ねば終わりか。それともあいつを殺さないとお前は何度も復活するのか。試させてもらうとするわ。見えないな、校舎か。面倒くさいな。全裸にして、隅っこに投げておくか。こいつに女の恥じらいがあるなら動かないだろ。準備はできたか。ヒロインを助けるヒーロー。すべてを奪った悪を成敗する土壌は整えた。L から摘出され、都合のいい解釈で生まれた悪意の俺を正義と言ったか。いいね、その悪意、その覚悟、見させてもらう。すごいですだね、主様。あんなこともできたんだ。言っただろう、フラ。主様は最も私に近い。もちろんあの程度の尊厳破壊を含めたゲス行為も才能さ。だがこの完成度、さすがはメリアだ。女慣れの主要は大会の時に詳細は聞いていたが、こんな形で役に立つとはな。私には見える、主様の背後でちょうど矢顔でピースしているメリアが、脅しでしっかり胸をわしづかみしているの尊厳破壊と偽主への挑発を実行したんだ。以前の主様だと絶対にできない芸当だ。なんか人としてどうかと思うけど、褒められるようなことじゃないでしょ、普通。なんでだ、あの行動一つで場を支配した最も有効的で攻撃的な絵って、褒めることしかないと思うが。あ、寝るにこの手の常識を言っても無意味だった。だって寝る常識ないし。それにしても面白いね。L、主様に投げられてお尻丸出しで伸びてる。お前も大概だからな。寝る姉様だけじゃないからな、フラ。作りです。ご主人は優しいだけじゃないんですよ。さすがだね。自身を戒めて悪意に染める。威圧感も問題なし。私の教えが生きててよかったです。ハニトラにも引っかかりませんし、しっかりは静かにできてます。いや、そこはどうなの。
吐く、日常ならまだしも戦闘は命の取り合い、触られたくないならそもそもヒロインらしくおとなしくいるべきだといつも言ってるでしょう。そうだね、戦闘にモラルを説く方がおかしな話だね。そういうことです。性別なんて関係ありません。どんどん尊厳壊しちゃってください。